皆さんこんにちは、サルです。昨日一昨日と100均キャンプの新商品を連続でご紹介させていただきましたが、今日も続きとなります。一昨日はセリアの折りたたみミニごとく、そして昨日はキャンドゥのキャンプ用まな板やランタンハンドルカバーでしたが、今日はセリアです。一つ目にこちらのカラビナキーフックトライアングルベルト付き、このトライアングルというのがポイントだったんですよ。そして2つ目がこちら、メスティンカバーですね。メスティンケース自体は今までもありましたが、この風合いやデザインですね。はい、ではね、よろしくお願いします。ちなみに明日もとっても魅力的なものをご紹介できる予定です。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。では1つ目ですね、こちらですね、カラビナキーフックトライアングルベルト付き。先ほども言いましたが、これ色はですね、実は3色展開です。今回ちょっと2色だけ使うかなと思って買ってきたんですけど、これ以外にもね、サンドベージュカラーはございました。はい、ジャンコードね、お伝えしておきます。一緒ですね。で、説明書を書いてますのでね、注意して使ってください。カラビナとは言っても本格的な登山用のものとかではありませんので、車の牽引とか命綱のジョイントには絶対に使用しないということですね。材質はカラビナ自体がアルミニウムです。ベルトはポリエステルとナイロン。サイズがカラビナ自体は約 6×5cm、太さが 0.7cm、ベルトは長さが約 7cm で幅が 3cm となります。株式会社藤崎さんのこちらも商品となります。はい。で、今回ですね、何が気に入ったかっていうと、この三角形です。ここの部分がめっちゃ気に入ったんですね。これ自体はですね、まあ、ベルトをこういうふうにマジックテープで固定して、で、何かに吊るすというふうなものですよね。まあ、見た通りだと思うんですけど、特にこの三角形のですね、カラビナが私は欲しかったんです。ちょっと外してみますね。まあ、人によってね、いろいろな使い方ができると思うんですけど、これがですね、私にとっては欲しかった理由です。なぜかっていうと、使い方としてベルト状のもの、帯状のものを引っ掛けるときに役立つからです。例えばこういう、まあ、これアマゾンのナイフ、マルチツールですけどね、視聴者さんに教えてもらって買ったんですけど、すごく頑丈でね、自転車のメンテナンスするときとか絶対に必要なツールなんですけど、こういったですね、裏にベルトがついてるんです。帯で、こういうものに何かを引っ掛けて吊るすときに、カラビナだとですね、左右対称じゃないので、なんか安定しないんですよね。で、その時こういう三角形のものがあると頂点で吊るして安定するので、こういう使い方がしたいことが結構あるんですよ。で、そういう時にこの三角形のカラビナを使えれば、ここにつけて同じようにこういう固定をねしますので、これぐらい大きければ簡単にね外すこともできます。なので、このまさにね、三角形のカラビナ、まあ、こちらが欲しくて購入したようなものです。はい、つける時もね、大きいので割としっかりとねつけやすいですし、で、安定しますしということですね。まあ、これはもう買ってね、ここに縫い付けてますのでね、これはもともとついてたわけじゃなくて、私がホームセンターで買ってきてつけたんですけど、結構高いんですね。これだけでも多分400、500円してるような気がするんですけど、はい、それが100円でね、こういうものが手に入るのでいいんじゃないかなと思います。帯状のものっていろいろあるんですよね。で、何か吊るしたいなっていう時に、やっぱりカラビナよりもこういう三角形のもので吊るすと1点で吊るせるので、まっすぐね引っ張り上げることができるし、ブラブラしないし、例えばこういう帯ですね、ここなんかもね、割と分厚くてね、幅もある帯ですので、通常よく見るようなカラビナ、こういうカラビナですよね、形が。まあ、こういうものをつけてもまあいいんですけど、やっぱりこれよりも三角形の方がより安定するんですよね。こうですもんね。そうなんですよ。そうすると、この三角形の頂点のところにつけたものがプラプラしにくいので、安定感がいいんじゃないかなと思います。まあ、これギアケースですね、福さんの。
例えばこんな風なライターとか、ね、キャンプに行くときにすぐに使いたいなっていうときに、こういうところにつけておけば、よいしょ、頂点のところでね、ちょうど止まるので、やっぱりいいですよね。こういうちっちゃいミニライトなんかもね、夜中にごそごそ探さなくていいようにかけとけば、やっぱり頂点のところにあるので、なんていうんですかね、一番やっぱりこう安定した形で使えるじゃないですか。それがね、すごくいいので、こういう帯にかけるんだったら、この三角形がベストと思ってまして、まあそのために購入しました。外すときもなんか大きいのでね、楽ですよね。こうやって三角形をね、回して外せるので、普通のカラビナよりもね、付け外しもしやすくって便利じゃないかなと思います。続きまして、メスティンカバーです。はい、こちらですね。ボンファイヤーメスティンカバー。吊り下げストラップ付きとなっています。サイズが縦が約25センチ、横が約 9.5 センチ、待ちが約 7.5 センチとなっています。ジャンコードですね。はい。で、こちらは今気づいたんですけど、株式会社ブレイズとなってますね。三重県ですね。注意事項ですね。まあ、防水加工ではないことや、メスティンの種類によってはサイズが合わない場合がございますということでした。今まで100均キャンプ好きの方だと、まあ、私もそうなんですけど、メスティンケースってこういうものがありましたよね。セリアのやつで、これもね、なんかすごく綿のようなね、まるで綿なんですかね、多分違うと思うんですけど、最近はもう綿のようなね、素材、手触りで、こうちょっと頑丈なね、これ糸と縫い方の問題なんですかね、感じるものが多いので、触っただけではね、私みたいな素人は区別がつかないんですけど、まあこういう頑丈なねケースもあったし、こちらは、何かのあの化粧品関係のものだったかな、でぴったりなんですよね。これもすごくいいのでね、愛用してるんですけど、ただ本来はこれはキャンプ用品ではないので自己責任で使ってるし、まあこちらについてはね、武骨感とかキャンプ感は全くないです。機能性は抜群ですっていう商品でした。で、こちら悪くないんですけど、やっぱりこう主張しすぎるのがですね、どうかなっていうのはあったんで、やっぱり100均キャンプ道具ってデザインはシンプルな方が使いやすいと思うんですよね。まあこれは人によると思うんですけど、まあその点今回はシンプルなデザイン、色使い、まあ3色展開だったので、この濃いめのサンドベージュの他に薄めのサンドベージュとか黒がありましたね。3色ありました。購入した時に結構お客さんがいて写真が撮れなかったのでデータがないんですけど、グリーンは私が見る限りなかったです。で、これはあの濃いめの茶色なんですけどね、ちょっと光の具合によって反射で変わっちゃうと思うんで、少しライト落とすとこれぐらいですね。まあ、明らかにあのベージュっていうよりは黄土色というか薄めの茶色に近い感じの方を私はチョイスしてます。これも好みですけど。で、中に手を入れるとこんな感じで、マチがあってね、しっかりとこの形になってますね。ここがあるので、メスティンがぴったり入るということですよね。じゃあ入れてみましょう。1.5 号用の普通のメスティンということで、トランギアですね。入れてみます。トランギアですけど、100均のやつも 1.5 号大体全部同じサイズなので、これぐらいですね。余裕があります。いいですね。余裕がありますね。で、深さにも余裕があるので、結構折り曲げることが可能ですね。どうやるんだろう。こうかな、ま、ぐるぐる巻いて、あ、ここのマジックテープで固定されますよということのようですね。はい。ああ、なるほど、なるほど。なので、ここで吊るすことができますよということですね。あんまり重たいとダメかな。こうマジックテープなんで剥がれちゃうと思うんですけど、まあメスティンにね、たくさんいろんなものを入れてても大丈夫じゃないかなと思うので、たくさんいろんなものが入ってるメスティンでやってみましょう。ということで、激重級のメスティン、これですね。はい、超重いですよ。これは中に入ってて、この中にも、めちゃめちゃいっぱい入ってますので、ここメスティンに収まるポケストが2つ入ってます。で、燃料、燃料。で、このポケストの中には自作のアルスト入ってます。だからめっちゃ重たいです。ごとくもちなみに入ってます。
もうぎゅうぎゅうに入ってます。網も入ってますっていう感じですね。はい、まあもうギチギチに入れてます。はい、でそれをここにまた入れてます。これは風防ですね。2種類で使える数が全部入ってて、さらにアルスト用の五徳も入ってという形なので重たいです。これでも、まあ、1.55 用のダイソーメスティンですけど、トランギアと一緒なので、はい、こんな感じ。入り方全く一緒ですね。で同じようにくるくるっと巻いてくっつけてやります。はい、くっつきました。何回かつけたり外したりしてると多分ね弱くなってきますね。あえて言うとそこが弱点ですね、おそらく。でこういう感じ、まあ、引っ張る部分がこのマジックテープの端なので、この辺りで引っ張るとね上に外れやすいと思うんですけど、まあ、こっち側なんでね比較的マジックテープが剥がれる方向の力はかかりにくいというのはね事実だと思います。ただ何回もつけたり外したりしてるとここがだんだんボロボロになってきて使えなくなりそうな感じです。風合いはいいです。あのめちゃめちゃいいんじゃないですかこれボンファイヤーって書いてますね。なんかいいですね。なんかどこかの焚き火か何かのブランドが作ってくれたような袋と、まあ、パッと見間違うようなそんなデザインですね。これは私は気に入りました。まあ、ここがねプラプラしてるんでなんか気持ち悪いなっていうのはなくはないですけどね。なんかもうちょっとこうねここでくっつけるかこっちにくっつけるかしたいなっていうのはなくはないですけど、ダメではないなっていう感じですよね。中に折り曲げたらいいのかな、もしかしたらそうですね、中に折り曲げるとこの両端の角が出ないですね。この方がいいかな、結び方しまうときはね、こう内側に入れてぐるぐるっと回しましょう。はい、そうするとこの角が出ないので私はこの方がいいですかねっていうぐらいですけど、はい、でもう少し余裕があるので何か入れて閉じることもできそうですね。例えばこういうねスパイスとか、まあ、肉料理とかね煮込み料理で使ったりするものなんかも、あ、割とぴったり入る感じですが、入れちゃうとマジックテープがギリギリになりますね。はい、ギリギリです。あ、けどいけますね。あ、だからこれぐらいの余裕があるので、まあ少しだけね収納に余裕があるなという感じで、まあそういう使い方ができるっていうのもねありかなとは思いますね。あ、そうそう、本題と関係ないんですけど、この昔買ったセリアのメスティンケース、これですね、いろんな出先でちょっと焚き火じゃないんですけどポケストでお湯沸かしてコーヒー飲みたいななんていう時の専用のセットにしてますので、この中にね必要なものが全部入っていると、まあ、こういう遊びができるんでね、この袋一つ持っていけばいいなっていうね便利さはあります。ちょうどぴったり全部収まります。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。また明日も撮影の予定です。よければ引き続きお付き合いください。